パリ五輪柔道を日本代表で女子48キロ級の角田夏美、31、男子60キロ級の長山隆樹、28の最軽量級2人が咲く22日、先陣を切って突出した。現地では時差ボケ解消を図りながら、最終調整を行い、日本時間27日の初戦に備える。世界選手権3連覇中の角田は少しずつ実感が湧いてきた。 自分の一番のパフォーマンスができればいいなと思うと意気込んだ。開会式当日に始まる最軽量級の2人には今大会の日本税金メダル第1号通算500個目のメダル獲得が期待されている。前回の東京五輪では男女合わせて緊急個を含む計11個のメダルを獲得し史上最多を更新した柔道日本。今回もメダル量産を目標に掲げているが。 厳しい戦いが予想されている。